俳優の、板垣り光人が、来年1月スタートのテレ、朝日系連続ドラマ、マルスゼロの革命マイナス、毎週日、極時に出演することが決定した。何わ男子、枝、俊優が演じる謎を大きカリスマ転校生、ゼ、に導かれることとなる、落ちこぼれ高校生、沢根一、相沢昆一役に起用された。作は、3年 A 組。今から皆さんは、人質です。 で知られ、脚本家の武藤祥吾氏が3年ぶりに手掛ける勘、オリジナル作品、三島玲ことゼロに導かれた、チコブレ高校生たちが、マルスという動画集を結成し、大人社会に反旗を翻していく爽快、新感覚青春ドラマを描く、昨日28日に公開さた、たティザー映像で、ナレーションも務めてい、僕、死を覚悟した、僕の前に彼、 イコールゼロを現れた、そう、なセンセーショナルなワードで、衝撃を与え。板垣といえば、大河ドラマ、どうする、家康、NHK で得、四天皇の一人、いいなおま役や、放送中の、フェルの料理、TBS での講演も、大きな話題を呼んでいい。板垣演じる愛沢の通称はアイコン。学校では、ジめられ、唯一の拠りどころだった SNS でも居場所を、い 死のうとしていたところで、ゼロと出会う、の不思議な魅力に動かされ、彼に身を委ね、ことを決意したアイコンは、やがて動画集団、ルス、で、ゼロの右腕的な存在となる。優柔不断、が、人の痛みがわかる優しい性格だ。主演の道、とは、プライベートでも信仰があり、今回の霊、ロという役を、彼が、 どのように見せてくれるとても楽しみとしながら、ゼロと今一の不気な関係をディスカッションしながらつく、行きたいと意欲を見せている。なお、ゼロが週、他6人の落ちこぼれ高校生たちは、今日29日か6日、連続午後9時に発表していく。板垣り光人子、んと、マルスへの出演オファーを受けた時の、そうはまた、企画書や脚本を読んで、どのような明示を持ちましたか 一般的な青春、学園も、とはまた、一味違った面白い作品だなと思え、ました。それと同時に自分がこの作品に経営は、ことができるということに、とても高揚感を、自他のを覚えています。個人的には、平川雄一、監督と、また作品を作ることができるとい、のも胸が熱くなるポイントでした。現代の、高、性は、ネットもスタンダードになる中で、 中、仲か他人に関心がなかったり、いかに平穏によ、中を漂うかというところに重点を置いていい方も多いと思いますが、そんな皆様にも差し、るようなちい作品になっているのではと、言います。愛さは一という人物をどんな風に演、い、と、こん、イメージしていますか根一は主張、の共感を呼ぶことができるポジションだと、言っています。心の幅を大きく、皆さんを引きつ、ていきたいです。 キャラクターとしては自分、世界にこもるようなところは自分と近しいと感じており、演じる上での共鳴はとても楽、身にしています。今作の脚本を手掛けるのは、3A 組、今から皆さんは人質です、などで知られる藤正吾さんですが、武藤さんの作品へのい味い、字や、今作で楽しみにしていること、期待していることがあれば教えてください。若さを通し、 社会へメッセージを投げかける熱さが魅敵だなと思っています。今回、マルスというね、とを通してどう物語を紡いでくださるのは、とても楽しみです。主演の道江さんの印象、プライベートでも仲良くさせてもらってい、すが、今回のゼロという役を彼が、どのように見せてくれるかとても楽しみにしています。段の関係値も活かしつつ、ゼロと根一の不気な関係をディスカッションしながらつく。 いけたらと思っています。